アイブ・オニョンは今最も羨ましがられるスターの一人で、彼女は若くして美しいだけでなくスターとしても成功しています。多くのヒット曲と支持を得て、彼女は高級ブランドミュウミュウのアンバサダーでもあり、そんな彼女に憧れる人はとても多いはずです。最近ウォニョンがネチズンから最もよく聞かれる質問の一つ、ウォニョンとして生まれてどんな気分かという質問に直接答え話題となりました。10月21日にワンザ系オリジナルズの YouTube チャンネルに、ウォニョンとして生まれたらどんな気分なのかというタイトルの動画がアップロードされました。この映像ではアイブが SNS で自分たちの名を検索し、ヒットした内容を確認します。そして間違った情報を訂正したり、ネチズンたちが気になっている質問に直接答えていきます。はじめにメンバーはそれぞれ自分の SNS 上で公開されているプロフィールを確認しました。ウォニョンのプロフィールの中に、自分の外見の点数を100点満点中40点とつけた、目鼻立ちはそれぞれの点数50点で厳しかったという文を見つけ、私がいつこう言いましたか、覚えてないです、消してくださいと自己愛に満ち溢れたグループのメンバーとしてこれを強く否定しました。また UFO を実際に見たことがあるそうだという文に、これは本当です、信じなくてもいいですが私はこの目で見ました、地球より宇宙の方が広いのでいないはずはないと少しムキになりながらも純粋な一面を見せてくれました。動画の後半ではアイブが掲示板に書かれている自分たちへの書き込みにコメントを残していきました。その中でウォニョンはスペインで撮ったインスタグラムの写真に、ウォニョンとして生まれたらどんな気分なんだろうというコメントを見つけました。これに対してウォニョンはすごく感謝していますとし、でもコメントをくれた方と同じ気分だと思います、この方もすごく美しくて素晴らしい方だと思います、ありがとうございますと自分に生まれたことを感謝しつつ、自分を褒めてくれた方への気遣いも忘れないウォニョンでした。